大家好，今天我们继续探讨一下关于孩子学习习惯的问题。皆さんこんばんは。今日は引き続き、学習問題についてお話ししていきたいと思います。是的，昨天我们谈到了就是一些孩子贪玩，不愿意去学习的问题。昨日はたくさんの生徒が遊び心がばかりで勉強しようとしないお話について話しました。当然，这个问题在不光是日本，在全世界都是比较严重的一个问题，家长们很头疼。これは日本だけでなく、世界的にも問題にはなってます。但是呢，和日本和中国相比，似乎更加严重，因为中国有些孩子学习时间还是更多一点。でも日本は中国に比べてこの問題がひどいです。这就让我们在日本的中国家长经常会感觉到不太习惯，因为自己的孩子学习时间太短了，玩的时间太长了。なので日本にいる中国の家族はこれになれないでしょ学生玩的时间确实太长了嘛。这个怎么办呢？真的是很不容易去解决的。どうしましょうか、この問題は。解決するのには難しいと思います。是的，有很多孩子经常有手机、iPad、电脑、游戏机各种东西，一玩就是一晚上。たくさんの子供がゲームなどにも遊んだらもう一日が過ぎてるという問題がたくさんあると思います。这真的，确实很难受。做家长的，当这种问题发生了以后，尤其是高年级的孩子，心里确实很难受。親としてこの問題があった場合は少し悲しいでしょうか。当这个时候，我们首先会意识到孩子去玩的时间太长，然后似乎浪费了很多时间，所以我们认为孩子，确实是浪费了很长的时间不去学习。この時親は子供が遊ぶ時間ばかりで勉強は全くしてないと考えます。可事实上，即使孩子不去玩这些 iPad 和手机和电脑的话，他们还会真的去学习吗？还是会做别的事情？でもゲームなどしなかったら本当には勉強はするんでしょうか。当然，有的家长想，就算是不玩这些，能够去看看书，去干点别的也是好的呀。でも親たちはゲームなどはしないで本とか読んだりするのはゲームをするよりはいいと思うでしょ于是就有些强迫孩子去停止玩这些，然后去干别的东西，去学习或者去读书哈。う。なので子供にゲームなどはさせないで、もうそのまま本読めとか無理やりやらせると思います。可是就算孩子放下游戏去学习的时候，他的心里还会去想这个游戏哈，所以就想很快的方式去把作业学习完成。もしもゲームなどをさせなかった場合はゲームのことを考えますので、基本的勉強はすぐやると思います。这样会导致，就像前几周家长发给我的一些作业，会明显的看到，孩子在写的时候，心思不一定在写作业上面了，而是想给很快的弄完的样子了。それから関連する問題は、先週送ってきた宿題のように集中しないですぐババッとやっちゃうことが多いと思います。我们知道这个时候虽然家长让孩子去做，但是很难保证他们的心思在作业上面。親たちをやらせると思いますが、集中させるのには難しいと思います。好多家长觉得，就算是孩子学习不认真，但他毕竟是学了，比玩游戏是要强的呀。たくさんの親は
と勉強させた方、集中しなくても勉強させた方がゲームをするよりかはマシだと思う人が多いと思います。就像是许多家长和我说，他把孩子送到了很有名的旧库里面，认为选择一个好的旧库就是很重要的事情。塾に送った方が大切なことだと思う両親もたくさんいると思います。但事实上，我要说，这种想法是并不符合学习规律的。でもこういう考え方は合ってないと思います。因为孩子在学习的时候，如果不能全神贯注的去学习，去认真的学习，是非常不好的。なぜでしょうか。集中しないと勉強の確率は上がらないからです。同时，如果家长并不知道孩子学习的内容是什么，而只是强调不玩游戏，或者是送一个好的旧苦，那也是不好的。両親はその勉強の内容を確認せずにゲームをするな、塾に送るなど、そういう行為をしているのは勉強確率は上がらないと思います。因为我们是想让孩子能够学习又有更好的成绩，最直接的方法就是了解他学习内容，然后帮助他去进步。両親たちが知りたいのは成績を上げたいから塾に送ってるから塾に送ってるんです。这个是最直接的方法，而不是说让他不做什么，或者说用一个间接的方法，比如说不做什么就是不让他玩游戏，间接的方法就是送他去这个各种的旧库去哈。ゲームをするなどは間違った方法で塾に送った方が一番早い方法だと思います。这些都不是能够直接帮助孩子的。でもその方法は、この成績を上げさせることはできません。当一个孩子学习的时候，他总会面临着很多问题，因为他最想的就是能够有人帮助他面对和解决这些问题。生徒が勉強しているときにたくさんの問題に出会います。その問題を解決するためには助けてほしいから助けてほしいのです。可是你让他不玩游戏，或者你直接把他送到一个旧库里面，并不能直接的去解决这些问题。ゲームをさせないとか塾に送るという方法ではこの問題を解決できません。当然，日本有很多很好的旧库，有很多的办法去帮助学生。当然，日本にはたくさんいい塾があって、その方法で助けられると思います。可是，我们之前说过，旧库的最主要的目的是想留住学生。でも前回も言いましたが、塾の一番の目的は生徒を残すことが一番の目的だと思います。当学生面对这些问题解决的时候，需要面临一些痛苦的时候，旧库不一定能够提供直接的帮助。わからないときには塾はそのままの方法とか教えられないと思います。所以这个时候，抛开旧库和游戏的问题不说，我们就要家长去实时的每一刻的去了解，究竟学生需要学习到什么，他的目的是什么。その時にはゲームをさせるとか塾に送るっていう方法ではなくて、両親たちが助けてあげるという方法に進んだ方が早いと思います。因此，这个就是我做这些课程的目的，并不是说要直接的教会学生，而是想让家长们对这个学生学习的大概内容有一个基本的了解。これが私がこの授業をやる目的です。何かを教えるんじゃなくて、両親が何を教わってるかを知るという目的が一番の目的です。所以我的意思就是，首先我们家长要有一个正确的观念。なので。親たちは観念、正解の観念を持たないといけないと思います。我们需要时时刻刻的去了解孩子的状态是什么，
他学习的目的是什么，学了什么东西。なので私たちは生徒の状態や何を学んでるかをよく知ることが大切だと思います。这样，当我们看到一个新的问题、新的卷子的时候，大概心里有数，孩子能有大概打多少分，他的做的时候他的感觉是什么？なので、新しいテストなどを見たときにはその感覚や何点を取れるかっていう感覚がつくと思います。这样就比较容易去把握学生在学习时候的情绪和心态。こうすることで生徒が学んでる時の状態などを把握できると思います。这个是很重要的，这也是最直接的去帮助孩子的方法。これはとても大切です。これは生徒を助けるためのそのままの方法です。如果家长能够在这个方面下一些功夫，比孩子不玩手机或者选择不同的救护是更重要的。親たちがこの方面に力をつきますと、塾に行かせるなどの方法よりかは断然一番の方法です。所以我希望通过每一周有两次的这个视频，还有我们在群里的交流，给家长分享一些孩子们大概能学的东西。なのでこのビデオを通してその何を学ん、生徒たちが何を学んでるかを親たちに知らせたいです。基本上我们的视频就是从比较简单的开始讲，然后讲的时候也一方面就是这个跟家长分享如何去帮助孩子。なのでビデオはかなり簡単な方から教えます。それに時々親が生徒が何を今学んでるかを時々教えます。另外一方面也分享一些这个孩子大概会面临着深度和广度的问题哈。あと生徒が向かう深さもちゃんと教えます。如我第一次所讲的，就是日本的小学生的，升初中的这个考试，是并不简单的。日本の中学校に上がるためのテストは、受験はとても難しいです。因为好多学生面临的都是并不是学校统一教的问题。学生面临的并不是学校统一教的问题。多くの生徒が向かっている問題は学校から学ぶという問題ではなくて、而是需要学生在其他各个地方学新的东西。多くの生徒が他のところで新しいものを学ぶための問題です。这样就这个弹性就比较大，有很多的可能性，因为不同的地方学到不同东西的学习方法和内容都是不一样的。こうすることで可能性はとてもでかいと思います。这样对家长的要求也比较高，因为有很多不同的知识。こうすることで親にとっての要求もとても高くなります。并不是简单的一本教科书，而是要有很多的书。とても簡単な一冊の教科書ではなくて、たくさんの本があるからです。这个同样的，学生学所面临的知识也是有很多的书，有很多的来源，很多的选择。同じように生徒が向かう本もたくさんあります。当然有很多家长认为我们把孩子送到一个比较好的一个私塾里面，他就可以按照他的方式去教，那么也是可以的。ですが、親たちは塾にあげる
向かわせることで、その塾の方法で教えられるっていう方法もあると思います。当然，就像我刚才说的，我们相信这个日本的私塾是可以教好学生的。当然、今さっきも言ったように、塾はちゃんと生徒に教えることができるとも思います。但是最直接的方法并不是相信旧苦，而是因为了解旧苦在教什么，所以相信。でも一番早い方法は塾を信じるんじゃなくて、塾が何を教えてるかを知ってることで信じられると思います。好多家长也许也知道，就是不同的旧苦里面，他会教不同的东西。多くの親たちも知ってると思いますが、同じ塾でも違う塾でも、その学ばせてることは違うと思います。即使是同一个旧苦，他也有不同程度的学生，他有不同程度的班级，也会争夺不同程度的学生。同じ塾でもいろんなクラスに分かれてます。当这个时候，你是还完全相信这个旧苦老师呢，还是应该根据自己的学生孩子的情况去选择相应的学习的方向この時は塾を信じますか？呢？当然。通过我前面说的，大家可能已经认识到了这个观念，就是我们应该去了解学生所学的东西。当然、前にも言ったように、生徒が何を学んでいるかを理解することが一番大切だと思います。因为家长总是很了解自己孩子的，他的各个脾气和个性。なぜなら、親は自分の子供を一番理解してると思うからです。同时，如果了解了他学习的方向和目标，这样会特别有利于去选择相应的旧苦和习题。一番理解していることで、その子に合った塾や問題を選ぶことができると思います。据我的经验，如果做到比较细节的话，其实没有任何一个旧苦和任何一套习题是能够适合于任何一个孩子的。私の経験上によりますと、何の塾が何の子供に合うのかは一番ないと思います。这个需要家长去做认真的筛选和挑选，即使是买一本书，同一本书里面。哪些适合做，哪些不适合做，都是可以去挑选的。それは親が選ぶことが一番大切だと思います。所以说，如果比起来让孩子不玩游戏，或者说花钱去选择好的旧苦来说，如果能够下功夫在。为孩子选择一些习题，为孩子选择一些学习的方法，这个是更重要的。なので、ゲームをさせないとか、いい塾に行かせるよりは、この方法が一番大切だと思います。这个比监督孩子写作业还要重要，因为你写那些作业并不一定是适合于孩子的。これは、子どもの宿題を見守るよりは一番、よりかは一番大切だと思います。因为，孩子经常会面临一些作业和困难，这个时候你是帮助他要解决这些困难。なぜなら、生徒は問題とかで結構困難に遭います。そういう時は、親が助けてあげることが一番大切なことだと思います。好，今天我们先说到这里，谢谢大家的耐心，我们会逐渐的改进。请大家多提意见，谢谢，再见。たくさんの意見をください。さよなら。